l p g a 級スクール予選会セカンドステージ3日目19日プランテーション G&CC 米フロリダ州ボブキャットコースイコール6543ヤードパー72パンサーコースイコール6363ヤードパー72来期の米国女子ツアー参戦を目指し今週のセカンドステージを受けていた原恵リ香がスコア5期により3日目終了時に失格となった こんなことあるんですね。びっくり、自分を疑いました。告げられた直後は、呆然という表情だ。問題があったのが、この日唯一のボギーを打った8番パー4。同伴競技者のマーカーから渡されたスコアカードには本来、5となっているはずの箇所に、4と書かれていたが、それを当てすと、スコア申告での読み合わせでも気づかずに提出。 アテスト後、自分で順位表を見たときに、6アンダーじゃないな、って。言いに行ったらスコアカードを見せてくれて、こうなっているよ、って。なんで5に見えたんだろう。つまり速報のリーダーボードを見た原本人が、本来のスコア、67、ではなく、66、になっていたことに気づき、LPGA に申し出。アウトなどトータルスコアについては、自ら、34。 67と記入したが、ホールごとのスコアに間違いがあったため、66に訂正されてしまっていたというわけだ。前日、73とスコアを落としていた腹だったが、3日目は好調。6バーディ1ボギーで、トータル5アンダーまでスコアを伸ばしていた。1桁順位に上げ、40位タイまでが進む最終予選会、11月30日から12月5日。 米アラバマ州へ大きく前進していただけに、あまりに悔しい結果だ。スコア動きによる失格は、初めてです。力なく、仕方ないですね、とは言うが、応援してくださってるファンの方に申し訳ない、とこれまで受けてきた声援に対し頭を下げる。最悪です。でも現実なので、いい形でプレーを終えていた1日は、考えても見ない結末が待っていた。 これで予選会経由での来期前ツアーの道は閉ざされることになった。ただこの後、11月2日から5日に太平洋クラブ実りコース、茨城県で行われる、日本開催の米国女子ツアー TOTO ジャパンクラシック優勝によってメンバー資格を得る方法は残されている。頑張ります。そこしかないですし、頑張ります。そう言い残し、帰国するため車に乗り込んだ。 ゴルフ規則 3.3B ストロークプレーのスコアリング抜粋プレイヤーのスコアはマーカーがそのプレイヤーのスコアカードに記録するマーカーは委員会が特定した人または委員会が承認した方法でプレイヤーが選んだ人のいずれかとなるプレイヤーはラウンド全体で同じマーカーでなければならないが 委員会がマーカーカののの変変更更前またたは後にそをを承認した場合を除く2、プレイヤーの責任、ホールのスコアの証明とスコアカードの提出。ラウンド中、プレイヤーは各ホールの自分のスコアの記録をつけるべきである。ラウンドが終了したとき、プレイヤーは、黒丸マーカーが記入した各ホールのスコアを注意深く確認し、 問題があれば委員会に提起するべきである。黒丸マ,マーカーがスコアカードのホールのスコアを証明していることを確認しなければならない。黒丸マ,マーカーが記入したホールのスコアは変えてはならない。ただし、マーカーの同意、または委員会の承認がある場合を除く。しかし、プレイヤーやマーカーはどちらも変更されたスコアの追加の証明を行う必要はない。 黒丸スコアカードのホールのスコアを証明し、速やかに委員会にスコアカードを提出しなければならない。その後はスコアカードを変更してはならない。プレイヤーが規則 3.3B のこれらの要件に違反した場合、そのプレイヤーは失格となる。3. ホールの間違ったスコア。プレイヤーがホールについて間違ったスコアのスコアカードを提出した場合。 黒丸提出されたスコアが実際のスコアよりも多い。そのホールに対して提出された多いスコアが有効となる。黒丸提出されたスコアが実際のスコアよりも少ない、またはスコアが提出されなかった。そのプレイヤーは失格となる。